今日はライカならではともいえる白黒作品しか撮影できないライカ M10 モノクロームについて取り上げたいと思います。特に今回は最新機種である M11 で白黒撮影をした場合とどこが違うのかということを実際の比較結果をもとにお話ししようと思いますので、ご興味ある方はお付き合いください。一般にデジタルカメラで白黒作品を撮影する場合、カラー作品と同様のスタイルで撮影して現像作業でローデータを白黒化するか、あるいはカメラ側の設定で白黒を指定して JPEG を生成させるという方法を取ることになります。いずれの場合でもセンサーから取り込んだデータを一旦はカラー画像に変換してそれを白黒化するというプロセスは同じです。画面は通常のデジタルカメラの代表として M11 で撮影した画像を白黒化する場合と M10 モノクロームで撮影する場合との処理の違いを模式化したものです。上段が M11 の処理フロー、下段が M10 モノクロームの場合の処理フローです。図の中でグレーで表示されている箱は情報が失われるデータ変換作業を行っている部分を示しています。ご覧いただいて分かるように M10 モノクロームでは一旦カラー画像に変換する必要がないため、物理的なカラーフィルター、データ処理としてデモザイク処理と白黒変換処理がなくすっきりしていますよね。このため白黒撮影ということに限定すれば、使っているセンサーが同じなら理論的にはモノクローム専用機の方がデータが劣化する処理が少ない分、改造、改調、高感度にも有利になるはずです。しかし今回比較しようとしている M10 モノクロームと M11 ではセンサーが違っています。M10 モノクロームが4089万画素であるのに対し M11 では6030万画素となっていて、解像度的に考えると5割増しに相当します。 M11 のセンサーはベースの性能も高いので M10 モノクロームと比較するとどうなるのか興味ありますよね。では実際に撮影した画像を比較してみましょう。今回は M10 モノクロームと M11 それぞれで撮影を行った実際の画像を比較します。撮影に使ったレンズはいずれもズミルックス 50mm アスフェリカルです。 M10 モノクロームはロー画像をそのまま、 M11 ではライトルームで白黒変換しています。最初に改造及び改調について確認していきましょう。比較に使うのはご覧の画像です。この画像の中心部分を拡大表示して比較します。この画像は M10 モノクローム、M11 それぞれ ISO200 の設定で撮影しました。左半分が M10 モノクローム、右半分が M11 の画像になります。まずはご自身の目でご確認ください。改造について確認するためさらに拡大してみましょう。どうでしょうか？違いが分かりますでしょうか？正直言って私には分かりませんでした。ソース画像を見ている私にもその差が識別できないので、動画をご覧になっている皆さんの多くも分からないのではないかと思います。今回撮影に使用したレンズはズミルックス 50mm アスフェリカルですが、解像に定評あるアポズミクロンで撮影すればその差を識別できるかもしれません。ただいずれの機種も十分に高い解像レベルに達しているため、あったとしても解像度の差はわずかではないでしょうか。ちなみに海外で行った同様の比較で改造に関してはわずかながら M11 の方が勝っているとのレポートを見たことがあります。続けてこの画像で階調について確認してみましょう。階調については私も日頃の撮影で実感していて M10 モノクロームの方が M11 で撮影した画像を白黒変換したものより良好な結果になると認識しています。画面で実際にその違いをご覧いただきたいのですが、お分かりになりますでしょうか。改造と階調に関しては動画では分かりにくかったかもしれません。ただ高感度ノイズに関しては画面でもはっきりと違いが確認できるでしょう。先ほどと同じ画像を今度は ISO を1600から順に ISO を5万まで上げていきながら比較していきます。まず ISO1600 の画像です。ノイズに関しては背景の木目部分に注目していただけると分かりやすいと思います。ISO1600 では M10 モノクローム、M11 ともに差は見られません。次に ISO3200 の画像です。こちらもまだ両者ともに目立つノイズはありませんね。ISO6400 になると M11 の画像の背景の木目部分にノイズが乗ってき始めます。ただまだ画像としては十分に使えるレベルです。ISO12500 です。M11 の画像には明らかにノイズが目立つようになってきましたが、M10 モノクロームではまだ大丈夫なようです。ISO25000 では M10 モノクロームにもノイズが乗り始めます。ISO50000。さすがに両者ともノイズはありますが、カラーと違って白黒画像の場合はノイズの出方がフィルムの場合の粒子の出方に似ているため、ノイズそのものがあまり気になりません。目的によっては ISO50000 でも両者ともに十分使用に耐えうる画像です。最後に高感度ノイズが出始める上限を確認しておきましょう。画像は M10 モノクロームが ISO12500、M11 が ISO3200 です。ここまでならノイズを気にすることなく感度を上げられます。その差は2ストップ、約2段というところでしょうか。いかがだったでしょうか。モノクローム専用機は高い解像と美しい階調、そして良好な高感度特性という面でアドバンテージがあることをお分かりいただけたかと思います。ISO を積極的に上げ、速いシャッター速度にすることで手ぶれに対応しながらも高解像度での撮影が可能になります。ただカラーで撮影ができず用途が限定されるということから、市場では極めて得意な存在感を放っています。外貨だからこそ製品化できた尖ったカメラということができるでしょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。